皆さんこんにちは、Your House Fitness のトレーナーのアイリと申します今日は大胸筋についてご紹介していきたいと思いますチェストプレスとはチェストプレスはメインが胸筋、三角筋、上腕三頭筋を鍛えることができるメジャーな胸筋エクササイズです胸板を厚くできたりバストアップをすることも可能な素晴らしいエクササイズですエクササイズのバリエーションがたくさんあるのでいろんなエクササイズを取り入れて理想の胸を作っていきましょう ただ、理想の胸を得るには、適切なフォームと優れたテクニックを使用することが不可欠です。この動画から、チェストプレスの正しいやり方、利点、安全上の注意事項を学んでいきましょう。チェストプレスで鍛えられる筋肉をご紹介します。大胸筋、小胸筋、三角筋全部、上腕三頭筋です。チェストプレスのフォーム。 ダンベルチェストプレスをするときは手に力を入れて手首を固定することでダンベルのバランスを保ち安全にチェストプレスができますまた手首の怪我を防ぐこともでき効率的に胸筋を鍛えることができますまた肩甲骨を引き寄せて下に引き下げることで綺麗な支えを保ち肩が丸まるのものを防ぐことができ肩を痛めることも防止できますチェストプレスのやり方 スストプレスはいろんなバリエーションがあります。一般的なダンベルを使ったチェストプレスをこれからご紹介しますがバーベルを使ったチェストプレスもとてもおすすめですまず最初に両手にダンベルを持ちベンチまたは床に寝転がります2ベンチを使用する場合は腰が持ち上がらないように背中が平らになるようにしてくださいもし足の裏が完全に床につかない場合はベンチの上に足を乗せる と背中を平らに保ち安全にエクササイズを行うことができます 3. 腹部の筋肉を引き締め顎を少し胸に向けて傾け安定した姿勢を保ちます 4. ダンベルを8の字になるように持ち手に力を入れて手首を固定させます 5. 息を吐きながらダンベルを力強く押しますダンベルは浅い甲斐がき胸の上部あたりからスタートし肩の位置まで持ち上がるようにします この時に腕をまっすぐにしっかりと伸ばし肩と手首が直線上に並ぶようにしましょう6頭と肩甲骨がベンチや床から浮き上がらないようにします7ダンベルをゆっくりコントロールしながら下げこの時に息を吸い込みますスタート地点に戻ります私のおすすめとしては8から12回を3セット繰り返すことをお勧めしますまた今ご紹介したのはダンベル のやり方でですすがバーベルも同様ですチェストプレスの効果チェストプレスは上半身の筋肉の全体的な強さや筋肉を大きくするためのパワーの発達に最適なエクササイズです安定したフォームにより筋肉を最大限に使用することができ重い重量を持ち上げることが可能ですチェストプレスのダンベルバージョンでは バーベルと比較して可動域と安定性が必要とされるため筋肉をより刺激し発達させることができますダンベルチェストプレスは筋肉の左右差を修正するのにも役立ちますこれ,これは各腕が別々に行動する必要があるため片側が弱い方のサポートをできないからですチェストプレスのバリエーションフロープレスインクラインプレス デクラインプレスその他のチェストプレスのエクササイズ腕立て伏せまたケーブルフライ <laughs> 以上、大胸筋についてご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。もっと大胸筋について学びたい方は、ぜひブログを読んでみてください。リンクをこちらに貼っておきます。以上、他の動画もぜひ見てみてください。ご視聴ありがとうございました。